カードをねもらってきました。で強いやつが欲しいなって感じだけど、どれがいいんだろう、なんかどれが強いのかよくわかんないけど、でもこれにしとくか。スケアモンスターのカード、オッケー、イエーイ。一回向かってお前と準備ができた。決勝戦けれども、ここで注意点、決勝戦は一度きりやり直せない、戻れない。もしも自信がないなら、モーグリ探してセーブしろ、ほい。あ、そうだ、ちょっと勝ちたいですね、これね。あ、ちょっと待って、予感、水面に見える幻。どっちも見たいんだが。上から見るか、これ誰のイベントかな。え、今日寒いな、めっちゃ。めっちゃ寒い。お腹減ったあるよ。あ、クイナだ。食の道を極めるために様々な街を旅しようと決めたあるが、どうしても物を食べるのにギルが必要あるか。買い食いはダメであるよ。私ギルには勝てないあるか。あ、水面にきらめく光が豪華な料理に見えてくるあるよ。もしかしてあそこに飛び込めばお腹いっぱい食べられるあるか。いや、そんなわけないあるよ。そんなことしたら溺れてしまうある。でもお腹減った、お腹減ったあるよ。あ、およ、身投げかいな。ちゃうやろ。時々カードゲームに負けて身投げする者がおるがの、わぁ。何も飛び込まんでもよかろうにの。成仏せえよ。す、なんか、なんなんだこれは。まあ、悔いなことだから生きてると思うけどね。よし、ここも見る。予感。でも3回戦ね、勝ちたいから、ちょっと勝つ前粘る。なんか勝つとね、もらえるやつあるらしいからね。転生の指輪っていうのがもらえるみたい。ただいまー。お帰りなさいませ。いかがでしたかな、トレノの町は。まあまあって感じかな。やはり生まれ育った村の方がよろしいですかな。そうね、でもいろんな人に会えるのは楽しいかな。今までモーグリのみんなとばっかり一緒にいたから。モーグリだけなのですか、他に角の生えたお仲間は。もう、もうエコ一人になっちゃったの。そうですか。そりゃ召喚士一族の生き残りはもう。でもどうしてみんなそんなにエイコの角のこととか召喚獣とか気にするの。いえいえ、ただ私めが物好きでいろいろ調べておるだけでして。うん、あ、そういえばおじさん長野の先生だったんでしょ。まあそうですが。ねえねえ、どうすればあんなにおしとやかなお姫様になれるの。ほっほ、昔は姫様もそれはそれは元気な姫君でしたぞ。じゃあエコもいつかあんな風になれるかな。それはもう。よかった、それにエコ長からお姫様の印もらったもんね。お姫様の印ですか。そう、エコが一個だけ持ってたかけらにもう一個足してたが、あと二個ずつ。そう、それはまさか伝説の宝珠のことでは。うん、そうだよ、ダガーもそう言ってた。そういうことでしたか。文献から消えていた宝珠は分割され、一つはアレクサンドリアに残り、あとはクレイラ、リンドブルム、そしてもう一つは召喚士一族の手によってマダインサリエ。しかしなぜ分割する必要があった、一体500年前に何が。トット先生、おお、また出てしまいました。どうもすみませんと考え事始めますと周りが見えなくなる癖が。エイコ殿、モグが呼んでる。ごめんなさい、モグがトレノのモグリとお話ししたいって言うから置いてきちゃったんだけど、様子が変なの。なんだか嫌な感じ。エコ、モグのとこに行ってくる。なんだろう。なになになに、ちょっとセーブするわ。2回戦勝ったからな。なんか、ね、適当にポンポンね、カード置いてたら勝ってた。セーブ。ちょっと3回戦ね、勝つまで粘ります。どうせだからね。いい
アイテムだったら、まあいいよアイテムじゃなくっても、やっぱりね、こう勝つだけでもらえるんだったら欲しいですもんね。じゃあ3回戦行ってみよう。こっちですよ。あ、分かっておるぼり。しかし何分この何分このカーナリは大変ぶり。ああ、指導。先ほど言ってたチャンピオンの名が泣きますよ。さあエントリーエントリーと。あ、チャンピオンだ。おお、出ましだな。チャンピオン船乗りのエレン。あ、なんだ。この人エリー。てっきりなんか指導かなって思ったんだけど。化粧戦出させていただきます。じゃあ行こうかな、あれ。ひったなーいって。かわいそう、偉い人なのに。はい。チャンピオンのペットなの？わしはいつからお前のペットになったブリ。ブツもこいつもブリ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 。あ、なるほど。チャンピオンはシドだけど、3回戦はそのエリンって人なのね。よし、じゃあ、エリンさんと戦ってみよう。とりあえず一回戦ってみるわ。ちょっと待ってよ。攻撃力、攻撃方法、防御、魔法防御の数字。やっぱ攻撃力が高いカードが強いよな。だからこれとかね。これは魔法防御が0だけど、物理防御が3なんだよね。で、攻撃方法が、物理攻撃。めっちゃ物理特化なカードか。これは、これもまあまあ強いかな。サボテンダー可愛いから欲しいな。ね。物理攻撃2の。まあでも魔法防御0だけど、でも魔法防御強いやつも入れといた方がいいよな。じゃあさっきもあったこいつも出すか。これと、ドラゴンフライとか強いのかな。4 2 B って何これ。 B ってなんだこれ。じゃあこれでいってみるか。はい。あ、私から。まあ強いカード出してくるだろうしな。なんかさ、矢印の意味が私よく分かってないんだよね、これ。じゃあここに出すか。あ、2P10 ってことは、物理攻撃貫通すればいいんだよな。これとかどうなの。これとか、あ、でもこのカードにやられるか。このカードが強いよね、この 6P30 のやつ。こいつが強いわ。あれ、でもなんであの、このドクロのやつ、こう 6P30 のあのカードに勝てたんだ？なんでだろう。で、防御も全然こっちの方が強いっすよね。なんで、サボテンダーとか出したらどう？おー、やった！お、勝ったんじゃね？やったー！一発で勝てた！やったー！じゃあこれください。お、あ、これブリチューじゃなくてブリムシって読むんだね。ずっとなんかピカチュウみたいな感じでブリチューと呼んでた。よし、転生の指輪ゲット！優勝とってもおめでとう！
インドブルムの飛空艇パイロットがチャンピオンだったとはね。後にお目にかかります飛空艇パイロットエリンです。何を言っとるブリ、チャンピオンはここにいるブリブリムシのシド対抗さんよ。相変わらずの無礼な態度ブリ。ママとコウジさん、なんでおさんはこんなところに来てるんだ。テスト、なんだろう。他にも、おお、ヒルナガルデ2号の試運転。キレがなくても飛べるっていうあの新型飛行艇か。へえ、なんとかここまで来たんだ。なんでもった今頃そんなもののテスト。一見世に平和が戻ったかのように見えるブリが、どうもまだ何かありそうブリ。心配の姉さん、ご立派なガーネット女王様が何とかしてくれんだろ。大変ー。あれ、あ、エコ何、今トリノのモグリから話を聞いたら。どうしたブリ、アレクサンドリアが、アレクサンドリアが。え、明日の幸せを願って人は眠る。昨日の不幸を全て忘れてしまうために、そして喜びに満ちた夢を見ることを願う。そう、辛く苦しい現実を忘れてしまいたいから。至って静かないつもの夜だね。あー、クジャ、新しい女王の誕生を祝い、アレクサンドリアの町も喜び疲れたようだ。喜びの酒が辛く悲しかった過去を洗い流し、バラ色の未来をもたらしてくれると信じてる。いや、まだ宴は終わっちゃいない。いや違うね、本当の宴はこれからさ。さあ始まるよ。歓喜の炎がアレクサンドリアを焦がす。え、なになに、何が起こんの。バハムート、バハム、やめてください、ダメです。うわあ、でもかっこいい、やっぱ召喚獣。アレクサンドリアの街が、わあ、王女になって、そうそう大変やな。だが、バハムートこっちで早く。お兄ちゃん怖いよ。わ、やっぱそうなるよね。ガネット様、あれはバハムートですね。ビアトリックス、急いでみんな集めてください。お、ガネットさん、メールお待ち。おー、さすが優秀。あ、伝えな。貴様ら早く情報戦か。アレクサンドリアの一大事だぞ。ガネット様がお越しになれる前にちゃんとしろ。整列、ガネット様、ご覧の通り以下ような命令にも我々は迅速に対応いたします。何ないとご命令ください。え、これなんだ、これ何すればいいんだろう。すべて正しい命令を出すと天使のイヤリングをもらえます。おー、じゃあちょっとこれ見ながらやるわ。じゃあ情報収集をお願いしますが、ブルッツェンとコフェルだって、こいつだって。おー、我々にお任せあれ。で、城下町や国民の救助に向かいなさい。これはワイマールとハーゲンさんだって。はい。で、シド対抗殿下に援軍要請文書。これはバイロイト&ラウダさんだって、この人。はい。で、最後で大砲撃つ準備を行ってくださいはこの人だって。ほう、よし、見事ですガネット様。おー、やったーこれこれこれをもらえる。さあベアトリックスよ、次は我々の番だ。ええやん。とは言ったものの、私一体どうしたら。お母様、どうか私に力を貸してください。お、なに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 、え、だが、あ、なにこいつ、あ、キモ。
お、いいね、スタイナとベアトリックスか。覚悟はいいか、ベアトリックス。今宵この命が強いと消えようとも私は一向に構いません。おお、いいじゃん、この二人。話しかけたいんだけど、あ、話しかけられないんだけど。お、あ、ついてきてる、ベアトリックス。よし、戦うぞ。えーい。ベアトリックス仲間にならんのかな。プレイアブルになってほしいんだけど。はいはい、ヘッドアタックいて、ドゥーン。あ、聖城魔法とか覚えてんだっけ。え、強くない、何この人。あ、何この人、あ、強くない。ほい、おー、強い強い。なので装備なんかスタイナーメンタルブレイク、例えばなんかスタイナー操作するのも久しぶりだもんな。あ、これつけとこう。ミスリルのコテ、なんか覚えられるやつ。 HP10%、 本日の心得。あ、レベルアップ欲しいな。ピアス、よしよし。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、ちなみにベアトリックスは装備、あ、そう、セーブ・ザ・クイーンが強かったね、カードゲームでも。おー、装備変えちゃったらダメなのかな。あ、変えられるけど覚えるやつないか、特にないね。これなんかさ、強いやつもらうのダメなのかな。プレートメールがどれぐらい強いのかわかんないけど、まあいっか。あ、そうだ、あとあれだ、アビリティをつけておきましょう。ベアトリックスアビリティつけてないんかって覚えてない。じゃあスタイナーにアビリティを、あ、レベルアップ、あ、足りた、よしよし、レベルアップの速度が速くなるのいいですもんね。じゃあどっちに行こうかな。うん、ないないない、桃の匂いがする。敵は近いぞ、ベアトリックス。で、逆方向で、あ、ないないない、怒られた。敵は大通りにいます。はーい。お、なに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 、お、来た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 。あれか、聖城魔法って言っても回復系覚えてないのか、キハルラとか、あの辺。でもベアトリックス強いな、普通に。ファイラー。メンタルブレイカー。あ、魔法防御力を下げる。ヒュヒュ、あ、キャルラ覚えてんじゃん。あ、普通に強いな。ストーリーで36持ってくのか。お、雷鳴剣。強いなぁ、マジ。たまになんかメンタルブレイクしても、あ、ヘッドアタ、あ、何気に食らう。キャルラ早いか、かけとくか。一緒に旅しようよ、ベアトリックス。強いな、この2人。おお、めっちゃレベル上がるんやけど。あれ、スタイナーレベルいくつだったっけ、こいつ。あ、レベル16、低っ。ちょっと待って、ちょっと待って、レベル16か。だいぶ離れてた時期が長かったんだな。おまけ、このスタイナーとベアトリックスが相手いたす。あ、挟まれたよ、ガネト様のため、姫様のため。
ところだな。ちょっとセーブできるところ見つけたらやめようかなと思ってます。効かない。ねね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 、キリ、あ、ちょっと待って、魔法スタイナがやばい。よし、一匹減らさないと。わー、ちょっと待って、上どっち。あー、スタイナ死んだ。やろう、ビアトリックス生き残るか、これヘッドアタック、あ、やばい、あ、ちょっと待って、強くないじゃん。おい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 どこかやり直し、カードゲームかやり直しだときついんだけど、どこかやり直しなのかな。はい、どこから、あ、大丈夫そう、あ、よしよしよし、ここからか。どうしよう、敵が強いんだが、ビアトリックスも回復しとくか。始まりましょう。2匹はあかんやろって。強いな。3回攻撃当てて1匹倒せるぐらいだからな。いや、もうダメージがえぐい。じゃあ痛い。はいはい、よし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 、次後ろ魔法を、あれ、ちょっと待って、あ、よし、全体が消える、ファイラー、3匹来られたらきついな。2匹でも結構きついのに。大丈夫だね。はい、あと1回ドドク倒せ、あとで来い、あとで回復してやるからよ。オッケー、レベル16点もう草なんだけど。おお、よし、おー、レベル18まで一気に上がった。追いつけ追いつけ、早くジタンたちに。ジタンたちもうだいぶ先行ってますかね。レベル43とかだもんね。はい、セーブできるとこまで行きたいけど、よし、はい、敵を踊りにいます。お前の相手は我らの策が出こい。これね、寝ちゃうんだ。はい、どうにもならん。攻撃してくんね。おいおい、ヘッドアタック、お、きた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 、いや、やばい、これは、あ、やばい、防御しちゃった。ヘッドアタック、お、きた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 、ケアルラ、はいはい、そうそう、MP 回復しないとやばいっすね。ずーん、ヘッドアタック、うちレベルどんぐらいなんだ、全部攻撃痛いな。おー、ナイス、イエーイ、大丈夫か、ベアドリックス、私なら大丈夫です。それよりも、それよりもスタイナ、あなた少し手傷を負ったのではありませんか。
もうあれくらいの攻撃なら何とも思わんのは。あ、また来たぞ。え、今度連戦やばいいじゃん、息ぴったりじゃん、二人。はい。お、強い。ベアトリクス強い。あ、一度城を引き返しましょう。いや、このままでは姫様に顔向けでき、自分は姫様とアレクサンドリアと嘘して、だってベアトリックス、お前はもう必ず守ってみせる。あっ、スタイナーまだ気を抜けんぞ。かっこいいじゃん、やるやん、スタイナー。やっぱあのラブレターのイベントが響いたんですかね。あのイベント面白かったよな。でもあのベアトリックスの方が攻撃高い剣で、ああ外しちゃった。ファイナー。で、じゃこれゴリオスか。お、アトランス来て。男見せたな。えい、ベアトリックス、お前と言葉を交わせやな。もしかするとこれが最後になるかもしれんぞ。もとより覚悟はできてます。もはやお前の顔を見ることすらかなわぬが、最後にこれだけは伝えておこう。いや、もうその先の言葉は言わないでください。いや、言わせてくれ。いけません、その言葉は私たちが再び生きて会うことができた時に。ちょっと、いや、この二人死ぬことはないでしょう。ちょっとやめてよ。お、トランス、よし、スタイナー強い。トランスの効果続いている。はいはい、これ寝ちゃ、お、寝ません。いいですね。ちょ、待って、なに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 、こいつも切りか。危ない。よし、もうピキやり、ヘッドアタック、ちょっと待って、静止魔法。はいはい、一発でいけんだろう。イエーイ、スタイナー強ー。トランスすると、お、ゴリゴリ育つな。あ、だから何起きたんだろうね。音楽が聞こえる。どこから？上の方から？え、じゃあ、え、どうしよう、ちょ、モーグリがいないからセーブができないんですが、じゃあね、ちょっと今回ここまでにしておこうと思います。じゃあ次回ね、このダガー操作でね、進めていきます。ご視聴いただきありがとうございました。